松阪市は空き家の所有者と空き家を利用したい人とをつなぐ松阪市町中空き家利活用促進制度を1月から開始しました。この制度の媒介業務を担う松阪不動産事業協同組合と1月13日協定を締結しました。空き家の増加は災害時の建物倒壊の恐れや庭の草木の管理など全国的に課題となっています。松阪市でも平成31年に調査を行ったところ3000件を超える空き家があることが分かっています。松阪市町中空き家利活用促進制度は空き家バンク制度としてすでに行っている13館地域を除く市内の空き家およそ2500件を対象に所有者と利用希望者の橋渡しを行います。この日は制度の媒介業務を担うこととなったこの地域の宅地建物取引業者で構成する松阪不動産事業協同組合と協定を締結しました。滝上市長は協定締結にあたり、この制度は松阪の空き家対策を大きく進めるものと思っています。取引を伴う中で皆さんの協力が必要不可欠です。ご協力をお願いしますと話しました。松阪不動産事業協同組合の林博隆代表理事は、空き家は不動産業においても課題の一つ、空き家を少しでも減らし明るい街にしていけたらと話しました。今後空き家所有者がこの制度に登録すると、担当業者が仲介し利用希望者と物件の交渉を進めていきます。はい、制度に登録された物件は松阪市ホームページからご覧いただけます。